聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション。えー、三月十一日ですね。今日二千八年三月十一日月例会のメッセージを今から皆さんにお届けします。え、今日はイスラエルの歴史から学ぶイスラエルの歴史から学ぶというテーマで。 おお話をしたいと思っております先ほど申し上げましたように第43回聖地旅行から帰ってまいりました先週の金曜日ですね3月7日の金曜日に帰ってきました最初の2日間順調に夜眠れまして時差は全く乗り越えたと思っておりましたが一昨日の夜昨日の夜と 夜中の1時半ぐらいに目が覚めるんですそれから4時ぐらいまで眠れないんです。ですから時差があるわけですね。ということは私の体は日本にいるけれども頭と心はまたエルサレムにいるということです。ですから今日はエルサレムから皆さんにメッセージをお届けしたいと思っております。今ねイスラエルではね午前4時15分ぐらいですね。あと1時間ぐらいしたら起き出して そししてて準備をしてオリーブ山に出かけけるわけですよ皆さんとご一緒に今日はオリューブ山またエルサレムに入っていきたいなと思っております今回の聖地旅行いくつか記録的なことがありましたまず平均年齢が最も高いツアーでした平均年齢何歳かと,と62歳ですで九州から来られた一つの教会から78人来られたんですが そのの教会だけの平均年齢は72歳でした平均年齢62歳というのは小学校4年生の女の子と18歳の高校生が入った数字で62歳です。行く前は心配しましまただけど皆さん本当に頑張ってくださって普段とほぼ変わりなく変わりないスピードで回ることができました。 2つ目に、普段と違ったこと、それはバスの運転手のヨッシーさんが参加できなかったことです。彼は第3回目から第42回目まで、39回、40回連続で、四十回連続で運転をしてくださいました。今回はヨッシーさんのお友達がピンチヒッターで来られました。ヨッシーさんの奥さんが、ガンで、今、ってるんです。 非常に危険な状態です彼と電話で話をしましたで「こういう時期だからできるだけ奥さんのそばにいてあげて」っつったら「今それを自分はしようとしてるんだ」言ってました「気分はどう?」って聞いたら「自分はいいんだけど家内が気分が悪いそれを見てると私は悲しくなる」言ってました「その後で祈ってほしい」 毎日祈ってほしいと言いましただから皆さん今日彼の奥さんのためにねちょっと心合わせて今祈りましょうね天皇お父様ヨッシーさんの長年にわたる交流を心から感謝をいたします今奥さんのシーマさんががんのために戦っておりますどうぞ哀れんでください主が介入してください あのご一家の上に見てを伸ばしてください。どうぞ、主の力による奇跡的な癒しを与えてください。イエス様の皆によってお願いします。アーメン。はい、じゃあヨッシーさんの願いに応えてね、日本の皆さんと月例会で祈りましたよとまたお伝えしておきますね。もう一つ、普段のツアーでなかったことですね。 3月3日、これはエルサレムに着いて、エル,エルサレム見学の最初の日でした、オリューブ山に登って、バスが走っておりました、でオリューブ山の一番高いところで降りて、エルサレムを見ようとしていたんですね、ところが、前方にですね、フルタイヤを積み上げて、燃やしているような黒い煙が上がった、3本。 それを見て運転手が「僕も一番前の席に座ってまますすからよく見えますね。運転手が、あ、今日はダメだ引き返そう」っつって,って途中で右折しまして谷の方に下っていきましたなぜそうなったかというと僕らが聖地旅行に行っているちょうどその期間にイスラエル軍がガザ地区に攻撃を仕掛けて 地上軍を投入したんですねで。ガザ地区のロケット基地を爆破しました3日間で100人以上の方が亡くなったんですその直後に、まあ、国際世論はイスラエルを非難し、ね、国連の事務総長もイスラエルを非難しました民間人が殺されているイスラエル兵の戦い方と パレスチナ人たちの戦い方には根本的な違いがあります。イスラエル兵は民間人を後ろにやって兵士が前に出て戦います。パレスチナ人は民間人を前に出してそれを縦にしてその後ろで戦います。それは彼らはイスラエル兵、ユダヤ人の兵士が人道的な 心をを持っってていいることを知っていますそして民間人が前にいると攻撃しにくいということを知っていてそれを利用していきます。と同時に民間人が犠牲になっても平気です。なぜかというと国際世論がイスラエルを叩くからです。だからイスラエルには選択肢がない。このイスラエル・ツデーでもわかるように ガザ地区からねイスラエルが撤退してから30か月2年半の間に3500発のロケット弾がイスラエルに撃ち込まれてるんです国際法上どの国が自分の防衛権を認められないっていうことができるでしょうか日本が例えば北朝鮮から爆弾がロケット弾が2年半の間に 発飛んんでできたら日本ははどうしますすかイスラエルには選択肢がないんです私はちょうど着いた日にねガザ地区のそばを通りながらロケットが飛んでくるんだよどんどん射程距離が長くなってるから今はスデロットという近隣の町なんだけどもそのうちにアシュケロンというより遠い工業地帯の町にまで飛び込んでいく可能性があるから。 イスラエルは非常に警戒しているよという話をしたその2日後にイスラエルはガザに侵攻してロケット基地を破壊したんですそれがあったもんですからですからエルサレムに行ってもエルサレムの特に東エルサレムと呼んでますねあの地区をね一般的には東エルサレムのパレスチナ人たちがそれと交応してそしてイスラエルに対して インティファーダ抵抗運動を起こすことをしたわけですまあイスラエルは3日で撤退しましたのでその騒ぎは間もなく収まり大きな混乱がなく聖地旅行を終えることができましたしかし私たちが聖地旅行を終えて空港を飛び立ったその日エルサレムのユダヤ教の新学校にテロが入って新学生たち数人が 殺されていますこれが今のイスラエルの現状ですね実はこういう現状っていうのは今に始まったことではなくて元々のルーツがあるんですそれは今日私が語ろうとしているイエスが生きた時代聖書時代の影響が今につながってきてるんです。 私は毎年2回ないし3回イスラエル行ってますけれども特にここ23年顕著なのは世俗的なイスラエル人つまり宗教に関心がなかったイスラエル人の間に神を求める霊的な葛藤乾きが非常に深くなってきてます行くたびにそれを感じますそれは誰かが何かをしてるというんじゃなくて 建国以来60年経ってもまだ平和が来ない状況に対してイスラエル人たちが人間の力では平和は来ない神を見上げて神を探求し始めている時代が今来てますね音楽家たちミュージシャンたちが神を求める歌を作り始めています しかも宗教的なミュージシャンじゃない一般のロックやヒップホップやポップスそういうジャンルの人たちが神を求める歌を歌ってるんですまた舞台では神を求めるような劇が上映されていますもう一度言いますけれどもこれは宗教的なユダヤ人ではなくて世俗的なユダヤ人が求め始めている そういう姿を見ていると、聖書に予言されているイスラエルの救いというものが、極めて現実味を帯びて私たちの前に展開されているということを感じますね。それを見ながら私は一つのことを信じています。それは何かというと、日本にも必ずそういう時が来る。誰かが何かをしたからではなくて、 精霊がそこの方から押し上げて、今まで宗教に全く興味を持たなかった多くの日本人がやがて神を探求する時代が必ず来ると信じます。それゆえに私たちはその時が来た時に神様に用いていただけるように今しっかりと御言葉を読み、 神様の計画の全貌を理解し、自らを備えていかねばなりません。私が東京でハーベストフォーラムを始め、聖書を丁寧に解き明かしを始めたのも、その時のためであります。また、月例会で皆さんの前で今の時代を解き明かし、聖書がどのように今の時代を予言しているかを語るのも、そういう思いからであります。 必ず日本にもキリストの季節が来る。そのための備えの時であります。そして今日は、そういう背景の中で、マタイの福音書の21章から22章にかけてのお話をしようとしています。昨日、一昨日と2日間、東京のハーベストフォーラムで、 マタイの福音書21章のメッセージをしました。けれども毎回申し上げているように、マタイの福音書1章を1回1時間ぐらいでやるっていうのは、相当なスピードでカバーしなきゃいけない。だからもっと言いたいんだけども、言ってるとカバーできないので、かなりのものを飛ばしていくわけですね。で、相当ね、 心の中にフラストレーションがたまる。でこの月例会はそのフラストレーションを晴らす場です、ね、<laughs> つまり語れなかったところを拾い上げて部分的にもっと光を当ててですね詳しくお話をしたい。それがこの今回の月例会の意図であります。ちょっと話はずれますが。 4月にフルクテンバウム博士が来られるという話を先ほどしました5月にアビエル・シュナイダーさんが来られますイスラエルからそしてまた今日の会では聖地旅行に行った方の証しなんかがありましたでハーベスタイムというのはイスラエルのことをすごく話をするんですある方は なんんでだろうかかと思われれるかもしれません特にイスラエルの命も言わない教会から来てらっしゃる方が何人かいらっしゃると思いますあ手を挙げなくていいよ <laughs> 絶対いるはずですでねちょっとね私がなぜそういう話をしているかということをお話をさせてください私が教会に行きだしたのは大学2年の時です 初めて行った教会、熱心に1年以上通いました。その教会はイスラエルのことばっかり言ってる教会でした。特に1967年でした、それは。当時私は20歳です。若かったね、まだね。そういう頃があったんです、私にも。 1967年というとイスラエルの第3次中東戦争が起こった時ですでその教会でねイスラエルで戦争が起こったもう負けるかもしれないっていうんでみんな必死に乗ってるわけですね私はそれを見てましたよ、まあ、その教会がねどんなに熱心かというと当時ねあの東京にあるイスラエル大使館の大使を呼んでねそしてその教団のリーダーとねそれから大使が食事をするわけですね でそんな教団なのに英語の通訳できる人はいないんですよで僕はまだクリスチャンじゃないんだよ行き出したばかりだからだけど英語がちょっとできるって言うんでね中川君じゃあ通訳やってくれて <laughs> それでね今のはっきり言うと出た料理がビーフテーキですよ僕に1枚で教団の理事長に1枚大使に1枚で3人で座ってるわけ同じテーブルに食べながら食べながら通訳なんかできないんですよ 僕は食べなかった。じゃあ後で食べてくださいって一生懸命通訳したんですでその大使がメッセージをした僕は通訳ですからクリスチャンじゃないんだよ <laughs> でその大使がどの聖書の箇所を開いたかというとエゼキエル書の「枯れ骨の谷」の予言枯れた骨が生き返ったそれが今のイスラエルだというメッセージをしたそれが僕は訳してるわけクリスチャンじゃないの だいたいエ、ね、エゼキエルという言葉さえ知らない <laughs> 英語でね「エゼキエル」というわけね「はあ?」って皆さんこれ分かりますかって言ったら「このエゼキエル賞」だった「分かりましたエゼキエル賞」ってこんな感じだったのはっきり覚えてるのその場面をそれがね私の原体験なのそして1967年の中東戦争があってその教会の人たちがみんな必死になって祈ってるあれ「六日戦争」って言ってね 1>, 1週間経たないうちにイスラエルが勝ったんですね。イスラエルが勝ちましたハレリアーって言って。ああ、勝ったんだまあ、そういったことは原体験なのね。それがね、1年半ぐらいそこ行ってたの。十字時間の話あんまりしないからね。救われないわけ。分かんないわけ。クリスチャンになるとはどういうことか。それでそこに行くのをやめて。 大学の近くにあったバプテスト教会に行くわけですよ。そこで救われた、僕は。バプテスト教会で大学3年生の時に洗礼を受けた。ちっちゃな教会でね、洗礼相もないんです。民家を改造したような教会で。講壇の後ろに窓がありまして、ね、窓を開けるとね、港が見えるんじゃないですよ。あれは淡谷り子ですか、ね、窓を開けるとね、2メーターぐらいの路地があるんです。 その路地に穴を掘って牧師と僕と二人でね一週間ぐらい前に洗礼槽を作ったんです人で <laughs> コンクリートもね安いのをね使わなくなったやつもらっていてもうカチカチに固まってるんですよそれを砕いてね洗礼槽を作ってそこに入ったんですだから窓を開けてそこから降りていくわけですよ <laughs> 12月22日寒い日でね雪が小雪が舞ってましたよで風呂を沸かしといてもらってねそこに2人で入ったんですそれが僕の始まりその時にねイエス様の十字架を信じて救われたんだけども不思議なのはね誰一人ねイスラエルの命も言わないわけですよこのギャップは大きいよね片やイスラエルばっかり言ってあんまり十字架のこと言わないの。 方や十字架のことは言うんだけど、イスラエルのことは言わない。これは何だろうか。だから、私が今、イスラエルの話をしているのは、救われる前から神様が私にそういう思いを植え付けてくださったんです。それが神様のご計画だったんです。そして、大学を卒業して、6年間ビジネスマン。29歳の時に、 牧師になろうと決めてアメリカに留学して3年間勉強して32歳で日本に帰ってきてそこから開拓伝道またテレビ伝道を始めたんです30年ですほぼ30年ですもんね道を始めてから最初はね開拓伝道忙しいテレビ伝道忙しい本当にフル稼働でやりましたよだから イスラエルのことは進学校に行っている時から絶えず興味を持ち個人的に追求していたけれども今私が持っているような知識を与えてくれる先生は進学校にも誰もいなかったそれが違法人の進学校の限界ですよそしてずっとやってきて第一次湾岸戦争というのがありましたあの時に 私の住んでいる裾野市、静岡県裾野市の5万人ぐらいの町で、地元のある金融機関が主催して、中東問題の講演会があったんです。そこに来たのが、宇野正美という人です。クリスチャンだと聞いてました。で、興味を持って行きました。これぐらいの広さの会場でしたけれども、 入りきれないほどの人が来て溢れてるんです。それから2時間ぐらい彼の講演が続きました。こうやったり、こうやったりね、もうものすごいエネルギーの人ですね。で、湾岸戦争でね、イラク、あのブッシュさんのお父さんの時代ですね、フセインでしたね、イラクのね、攻撃する。アメリカは勝てない。 なぜならばイラクにはアメリカの知らない食べ物があるイラクにはナツメヤシを干したものがあるんだあれがあればいくらでも食料あるとかねけったいなことばっかり言ってるんですねあれはちょうどね日本には干し柿があるから日本の兵士は戦えるって言ってるようなもんですよおかしなこといっぱい言ってるんですね反ユダヤ的なことをね 最後はねマクドナルドのハンバーガーの話までしてるんですマクドナルドはユダヤシ本が入っててハンバーガーにミミズが入っててどうのこうのなんて頭にきましたよね僕ねその時にそれでね講演の最後に「質問があります!」って言ったんですだいぶ勇気はいるわなでマイクをパッくれて冒頭一番ね 私はいろんなセミナーに出たりいろんな講演聞いたけどもこれほど最悪の講演を聞いたのは初めてです。<laughs> 言ったら10人ぐらいバーッと拍手しましたね。やっぱそう思ってた人してるんだね。それで3つ質問するとて僕いつも3つだからね。3つ質問があるって言ったらあまりの勢いにね主催者側が慌てたんですよ混乱させるといけないと自己紹介しろって言うわけです。あ,あ失礼しました。このの地区に住む牧師の中川と言います その瞬間にマイクを取り上げられてそれでおしまいですでその日僕はオフィスに帰ったんだけども激痛です胃がお腹がもうね胃がね逆さまになった感じで痛くて痛くてねもう仕事なんかできない家帰って3時間ぐらい横になって寝てましたうなりながらいけいれだねあれね皆さんあの精神的にものすごいショックを感じたり怒ったりした時に そういう状態になるね、人間って。もう自分の意じゃないみたいな。逆さになってるんですよ。それで寝床で僕は考えたんですね。あの人は、こんなに大声で嘘を言ってる。ならば、僕はもっと大声で本当のことを言おう。と決めたんです、その時に。それで最初に書いたのが、ユダヤ入門という本を書いたんです。次に書いたのが、俗ユダヤ入門です。 それ以降私は公にイスラエルやメシアニックジューの話を活発にするようになったんです。それまでは聖地旅行には行っていたけれどもそんなに表面だってはやってなかったんです。だからつまり神様が反ユダヤ主義の宇野正美という人物を通して私の背中をプッシュしたようなもんです。ちなみに あるユダヤのあの日本における反ユダヤ主義の研究家、ユダヤ問題の研究家の学者はこう言っています。日本で反ユダヤで飯を食べている最初の人物は宇野正美である。意味わかりますね。彼は反ユダヤを語ることによって生活の糧を稼いでいる。日本では第一号です。しかしヨーロッパやアメリカではそういう人は吐いて捨てるほどいるんです。 そしてあの人の言ってることはオリジナリティはありません。全部ヨーロッパやアメリカで発信している情報を日本語に置き換えて自分のものであるかのように語っているだけでオリジナリティはありません。アメリカでは反ユダヤの話をするだけで持っているラジオ番組があります。それぐらいに欧米では反ユダヤ主義というのがあるんです。 話は長くなりましたが、それが私がイスラエルのことを話す原点なんです。だから私が湾岸戦争の直後から本を書いたり話し始めた頃は、ね、イスラエルのことを話す人ってそんなにいなかった。もちろん伝統的にホーリネスの流れにある人は、中田十二という人の指導したリバイバルの時代に彼が 日本民族とイスラエル民族の関係を論じたために、その運動が分裂した。まあ、その流れを組む人は二つありますね。一つは、二つに分かれている。一つは、日本人はイスラエルの子孫ではないだろうか、と考えている人、心情的にね。あるいはそう思いたい人。二つ目は、イスラエルの命も聞くのが嫌だという人。 こういうのを、ね、なんだ厚物に懲りてナマスを吹くってイスラエルはもう論じたくない危ないもう真っ二つに分かれてますねしかし一般的に福音派の人たちでイスラエルのことを真っ正面から論じる人っていうのはそういなかったんです時代は変わりましたそれから十数年たって今やメシアニック銃のことを語ることがある種の流行のように あるいはメシアニックジューの動向を知らなければ、クリスチャンとしては時代遅れであるかのような時代になってきました。私たちにとってすごく大事なことは、極端なユダヤ理解を排除して、あくまでも聖書に基づいてイスラエルというものを理解していくということ。これが非常に大切ですね。そういうい中から今の、 日本で生きるクリスチャンのあり方というのが見えてくるんです。それで今日は私は何をしようとしているか。マタイの福音書の21章というのは、イエス・キリストがいよいよ交渉外の最後の一週間を迎えているところです。エルサレムに入ります。そしてエルサレムで彼はいろんな人たちから質問を受けます。それはちょうど 杉越の神の子羊が選ばれて、その神の子羊が傷や染みがないかどうかを吟味を受けている、そういう段階に入っています。で、最初にイエスを吟味したのが、祭司長と民の長老たちです。これはユダヤ議会、サンヘドリンの代表だと考えてください。ユダヤ議会の代表たちがイエスを吟味したんです。つまりイエスに挑戦したんです。 その時にイエスは彼らに三つの例え話を語っています。だから今日取り上げるのは、そのイエスが答えた三つの例え話に焦点を合わせて一つ一つ少し詳しく論じて、そこからイエスが予言したユダヤ人の歴史が何であるのか。そしてこれから世界情勢はどういうふうに動こうとしているのか。それから、 ユダヤ人の歴史から学んだ私たちは、では今いかに生きるべきか。そういったことを考えてみたいと思います。ですから今日のメッセージのゴールは、ユダヤ人の歴史を学び、そこから私たちがいかに生きるべきかを考える。これが今日のメッセージのゴールです。相当長いイントロダクションでしたね。これでメッセージ終わってもいいぐらいですけども。今から本論です。 OK、ですか、はい、私がなぜイスラエルを論じているか分かりましたかはい、3人ぐらいの方、ありがとうございます。<laughs> もう一回ね、私がどうしてイスラエルが大事だと考えて論じているか、理解していただけましたか、はい、はい、じゃあいきましょう。はい、じゃあ、まず聖書のことを読みましょう。ご一緒にね、最初の部分を読んでいきましょうね。最初は、例え話の第一番目ですね。 マタイの福書二21章の28節からご一緒に読みましょうね。はい。ところで、あなた方はどう思いますかある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日武道園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きます、お父さん。と言ったが行かなかった。それから弟のに来て同じように言った。ところが弟は答えて、 行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に 神の国に入っているのです。まずこれが第一番目の例え話で、二人の息子の例えです。皆さん、お子さんがいらっしゃる方、お聞きしますが、あなたのお子さんはお兄さんタイプですか弟タイプですかつまりこの例え話の。なんか、やってって頼んだ時に、はいはいはい、分かったよ やるよでもやってくれないタイプですかそれとも「うーんやだよ!」と言いながら気が付いたらやってくれてるタイプですかどっちでしょうまあみんながいるところでね恥ずかしくて言えないわっていうことがあるかもしれません、まあ、うちの息子なんかでもね時々ありますね何かやってってったら「うん!」って言ってるけど結局やってくれてる最後に言われてますよ母親から。 やるんだったら最初から気持ちよくやって <laughs> ねクリスチャンでもねお兄さんタイプと弟タイプいるねあなたはどっち?「ハレリアー!」「イエス様ー従います!」言葉は軽いよねすごくでも月曜から土曜まではお兄さんみたいに生きてる。 うーんって言ってんだけどでも神様も恐れて最後は従ってる人これは弟タイプだねあなたはどっちですかこういう話はやっぱり当時からあったわけですよね。でイエス様はごく普通の家庭であることを取り上げて話をしている普通の生活に起こることを取り上げて霊的教訓を教えるのが例え話でこれはユダヤ教のラビ的教授法なんです。 でイエス様はお聞きになりますねどちらが二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょうって聞いてますねこれ質問するのもラビ的教授法ですね面白いのは彼ら答えてんのね分かりきってんのにねなんて答えた。後のものですって答えてるでしょうでイエスは言ってるんですお兄さんっていうのは誰のことか お兄さんっていうのはイエスをここで追求している祭司長や民の長老たちのことです。つまりユダヤ教のリーダーたちのことです。彼らは神が使わす預言者を信じますと告白していたんです。このお兄さんのように。はいはいはいって言ってた。行きますよって言ったやりますよって言ったところが実際にバプテスマのヨハネが現れた時に バプテスマのヨハネを信じない。しかもバプテスマのヨハネが指し示しているメシアであるイエスも信じない。だからお兄さんです。じゃあ弟っていうのは誰のことこの話で言うと。主税人や遊女たちで、この主税人や遊女たちは神の言葉を学んでいない無知です。だから、 信仰告白をしていない人たちですユダヤ教のリーダーたちから見ると見下している人たちですしかしバプテスマのヨハネが現れてヨハネが義の道を説いたときに彼らは受け入れたんですそして彼らはイエスをメシアとして信じて信仰によっていいですか信仰によって神の国に 入った人々です真の親子関係は言葉ではなくて従順ささにによよっっててて行いによって証明されている私たちクリスチャンも同じですね兄のようではなく弟のように行動によって自らの信仰を表現していくそういうものを神様は喜んでくださる。これが 1> 第1の例えでイエス様は宗教的なリーダーたちを不信仰のゆえに排除し彼らが見下していた罪人や主税人を信仰のゆえに受け入れた逆転が起こっているんですねまあこの例え話は割と分かりいいですよじゃ次の例え話に行きましょう2番目はいもう少しはい 21章の33節からいいですかじゃあご一緒に読みましょう。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はどう園を作って、蠣を巡らし、その中に酒舟を掘り、矢倉を立て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへ下辺たちを使わした。 すると、農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は医師で撃った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかし、その後、その主人は、私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って息子を使わした。 すると、農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。あれは後取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして、彼を捕まえて、ドウ園の外に追い出して殺してしまった。この場合、ドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。 その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのどう園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を捨てる者たちの見捨てたいそれが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。 だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに吹き飛ばしてしまいます。最司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して、 話しておられることに気づいた。それでイエスを捉えようとしたが、群衆を押された。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。はい、ここまでね。これが二番目です。一番目の例えよりは少し複雑です。まずね、武道園の例えでしょ。武道園をイスラエルの民に例えるのは旧約聖書でよくやったことなんです。 例えば、イザヤ書の5章。イザヤ書の5章の1節から7節まで。ちょっと読んでますから聞いててください。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのぶどう畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にぶどう畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、 そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、薄いブドウができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人々よ、さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘い ブドウのなるのを待ち望んだのに、すいブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすること。その蠣を除いてアレスタレルに任せ。その石垣を崩して踏みつけるままにする。私をこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨と踊が生い茂る。私は雲に命じて、この上に。 雨を降らさない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに、身を流血正義を待ち望まれたのに身を泣き叫びこれですね。私はね。聖地旅行で、もし時間があればね。皆さんを。 ユダの産地のブドウ畑に案内したいなという願いがあります。ユダの産地、畑を見るとね、手入れをしてない畑を見ると、石でゴロゴロです。石だらけです。そこにブドウを植えようと思ったらね、気、まあの遠くなるような話です。例えばこの部屋ぐらいのスペースの畑があるとします。 何日かけて石ころを取り除くんでししょうかそして石垣を作るっていうのはね傾斜地でしょ石垣を作る要,要するに段々畑ですよだから石垣が壊れると土壌が流れていってそこはもう畑としては役に立たなくなるだから石垣を作って土壌が流れないようにするそれから見張りの塔を作って盗人や 野生の動物が入ってこないようにするそうやって丁寧に手入れをするんですユダの産地で雨があまり降らないから夜露やあるいは朝露が水分になるようにねあのブドウ棚を作って栽培するんじゃないんですね地面の上をは,やはわせてるんですそして腐らないようにちゃんと枕になるように石を置いてねその上にブドウを這わせてるんですね そうやって手入れをするなぜそうするのかそれは甘いぶどうがなることを期待すするからですところがイザヤの時代イザヤが予言したなったのはどういうもの水ぶどう。水ぶどうっていうのは何を意味しているかっていうと表面的には葉を茂らして実がなって栄えているように見えるんだけれども実質がないっていうことです。これが 水葡萄ですねこれが旧約聖書で葡萄園をイスラエルに例えるというのはこれは伝統的にあるわけですねまたもう一箇所で開かないですけど四篇の八十篇がそう四篇の八十篇六節から十六節だから葡萄園はイスラエルの民です家の主人これは父なる神です家の主人は父なる神 でこの家の主人は自分が手をかけて整えたぶどう園を農夫たちに貸してそれから旅に出るんですそして季節が来たならば収穫の季節が来たならば主人は多くのものを期待するんです父なる神もイスラエルの民から霊的な多くの収穫を期待してます 皆さんは自分がどういうところから救われたか思い出してください。自分がどういう畑であったかを思い出してください。石がゴロゴロしてませんでしたかそういうところに神様が私たちを整えて植えてくださったんです。だから神様は私たちからも大きな収穫を期待していらっしゃいます。農夫に貸したんです。 この農夫というのは誰のことか民の指導者たちのことです。彼らは何をしているかというと、主人が使わしたしもべたちを苦しめ殺します。何回やってんのか、イスラエルの歴史を見ると、しもべたちは三度苦しめられ殺されています。一回目が 保守期の前ですバビロン補習。バビロン補習の前に現れた預言者群というのがあります。二つ目がバビロン補習の後に現れた預言者群です。三つ目がバプテスマのヨハネです。いいですか、もう一回言うね。バビロン補習の前に現れた預言者たち。二つ目がバビロン補習の後に現れた預言者たち。そして三つ目がバプテスマのヨハネです。 その預言者たちをイスラエルの指導者たちイスラエルの民はことごとく殺していきますだから主人は最後にじゃあ息子を遣わしたらちょっとは敬ってくれるだろうと考えます息子って誰のことそうだよね正解ですイエスを遣わしてイエスの言うことだったら聞いてくれるだろうと 考えたんですねトら実際はイエスが来た時にイスラエルというブドウ畑には豊かな実がなってましたかなってないよイエスがエルサレムに行く途中オリーブのごめんなさい一軸の木を見た一軸の木には実があったなかったなかったでしょだからイエス様はその木を呪ったじゃない同じことだよ それがイスラエルの民を象徴している。歯は茂らしているけれども、何もない。オリューベ山に立ってエルサレムをご覧になったイエス様は涙を流して、ああ、エルサレム、エルサレムと言われた。表面的には非常に栄えているけれども、実がない。実質がない。ユダヤ人の指導者たちは、イエスを殺します。 だからここにはもうすでにね予言があるわけですねイエスが十字架に着くと予言があるわけです、ね、でイエス様はお聞きになりましたね「ド、え、ウ、ー、園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょうか?」とこう聞くわけですねでこのね面白いよね再市長や民の指導者たちは真面目に答えてるのね自分のこと本当不思議だと思うのねなんて答えてるか えー、彼らはイエスに言ったその悪党どもを情け容赦なく殺して自分のことだよその葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません自分のことを言ってんだよねその時にイエス様は詩篇の118編22節を引用してこうお語りになりました 家を建てる者たちの見捨てた石、し、それが石の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これを読んだことがないのか。この辺はね、違法人である私たちはなかなか理解しがたい。だけどユダヤ人はね、こういう有名なメシア語言というのは空で暗唱できるんです。だから、 共通なベースがあるから、あなたたちが今まで暗唱してきた、唱えてきたあの詩編の言葉はこれだよっておっしゃってる。で、ここで、家を建てる者たちの見捨てた石っていうのはイエス様のことです。それが石勢の石になる。それが教会を作り上げる石になる。神の国の石勢になる。それから、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれる。それもイエス様のことです。そして、 次非常に重要なことを言いますだから私はあなた方に言います「神の国はあなた方から取り去られ神の国の実を結ぶ国民に与えられます」「神の国の実を結ぶ国民に与えられます」ここは通常ねどういうふうに解釈するかこの中でね「口語訳聖書」を持っている方いる今「口語訳聖書」使っている方いない あいないですか一人も、交互薬。僕は今深海薬を使ってるんだけど、交互薬持ってる人いない使ってる。今持ってない今誰か持ってる人はい、じゃあ持ってる交互薬。ちょっと立ってね、21章の43節大きな声で読んでくれないですか、大きな声で。お願いします、どうぞ。21章43節 何ていうことが出てきた違法人ということが出てきたでしょう。むちゃくちゃな訳です、これは。これはね、だからイスラエルは不信仰に陥ったから、神の国の祝福はイスラエルから取り去られて、違法人に与えられるって言ってあるじゃない。それは、イスラエルは滅びた。 そして教会が新しいイスラエルになったという神学のもとにこの訳を書いてるんです。いいですかこういうのをね、痴漢神学て置き換え神学。だから、この聖書が原文通りだと思って読んでると完全に痴漢神学ですよ。だけど神科医は、神会役はもう一回出してくれる ?21 章の43節 一緒に思う。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられなんて書いてある国、国国民って違法人って書いてある国民って書いてあるじゃん。で、教会のことをね、国民というふうに表現するとは一箇所もないんです。だからこれは、教会ではない。これは何かというと、 神の国はイエス様と同じ世代のユダヤ人からは取り上げられるんだけれども将来の神の国の実を結ぶ国民つまり将来のユダヤ人イスラエルにもう一度与えられるという意味ですよごめんなさいちょっと興奮してるからじゃあ将来のユダヤ人というのはどの時代のユダヤ人なのかそれは さあここからね黙示録の話に入るんだよ。関南時代に生きる生き延びるユダヤ人たちのことです。じゃあ少し整理しよう。この石の上に落ちるものは粉々に砕かれるとあるね。これはエルサレムが滅びる紀元70年にエルサレムが滅びて。 ユダヤ人が全世界に離散したときに、この予言は成就しました。紀元70年にユダヤ人が離散した。そっから約1900年間、ユダヤ人は離散の民だよ。その大元はどこにあるのか、ここにあるんじゃない。イエスをメシアとして信じない。 イエスが送ったしもべたちを袋叩きにして息子まで殺したブドウ園の農夫のようなイスラエルが滅ぼされて全世界に散らばってるんですじゃあ彼らに神の国が再び与えられる時が来るじゃあどういうふうにそのプログラムが来るのかそれは皆さん次にやってくる予言的な内容は教会時代になってイエス様を信じた ユダヤ人もも、クリスチャンもつまり教会時代の信者は全員ある時に地上から天に引き上げられます生きたままでハレルヤそのことを閣虚と言いますだから忠告しておきますが閣虚が起こってからこの月例会に皆さんが来られたとしたら <laughs> 人数は少ないですぞ それからそこに来てる人はみんな景居に漏れた人です。天において月例会が開かれてますよ。だから霊居に漏れないように今自分の信仰を確認する必要がある。ね。その次に7年間の観難時代というのがやってくるんです。ユダヤ人が凄さまじい迫害に遭うんです。 そしてその関難時代を通り過ぎたユダヤ人たちが上を見上げてイエスこそメシアです信じます主を来てください私たちを助けてくださいと祈った時にイエス様が地上に再臨するんですこれは敬虚とは別の出来事です。地上に再臨してそしててそ ここで神の国と言われているメシア的王国、千年王国が地上に出来上がるんです。千年王国が地上に出来上がるというのは、これはね、神様がダビデに与えたダビデ契約の成就です。神様はダビデに、あなたの王座は常しえに立つと言われた。だからイエスがダビデの子孫として王として君臨される王国ができるというのが予言です。 それができなければダビデ契約は成就されない。だから皆さん繰り返し言いますけれども、イエス様は再臨されて地上に千年王国ができた、その千年王国の本質は何かというと、よく繰り返してください。これはユダヤ的王国です。私たちや違法人の役割は何かというと、私たち違法人もその王国の中で特別な役割を与えられます。 教会時代に救われた私たちクリスチャンは、違法人諸国を管理し、統治する役割を与えられます。これが神様のプログラムです。その時がやがて来るんです。けれども、冒頭に私が聖地旅行に行って、イスラエルにどういうことが起こっているかという話を報告をしました。なぜそうなっているのか。それは、紀元70年に。 イスラエルがエルサレムが滅んで以降の影響が今も続いているということですしかしやがてイスラエルの歴史は前に向かってイエスが言われた新しい時代に向かって動いていってるんですここで注目すべきはユダヤ人であっても違法人であってもイエスを信じないなら同じ運命が待ってるということですイエスというお方こそ 全人類を二分すするお方です私たちは全人類いろいろ分類しますよ人種によって日本人アメリカ人イスラエル人イギリス人神の国ではそういう分類はない男性女性に分類する年齢によって分類するそうじゃない神の国における分類はイエスを信じる人と信じない人との分類しかありません このことをしっかりと覚えておきましょう。さあ、だいぶ時間が経ちました。最後ですね。第3番目の例え話。3番目が結婚の披露宴の例えです。はい。じゃあ、皆さん一緒に読みましょうね。22章に入ります。はい。あ、もう、もう一回、もう一つ。はい、ここから。はい。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は 王子たちのために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お石も太った家畜もほふって 何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたち、恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。 その時、王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれに騒しくなかった。だから、王通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、 そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですかしかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。これが三番目の例え話です。 結婚の披露宴です。結婚の披露宴、ここにある結婚の披露宴というのはイエスがもたらした神の国、メシア的王国のことです。で、結婚の披露宴を設けた王というのは父なる神です。父なる神が披露宴を設けて客を招くわけです。使わされたしもべたちというのは バプテスマのヨハネとその弟子たちですバプテスマののヨハネとその弟子たちが招待しておいたお客を呼びに行きましたが彼らは来たがらなかったとあります招待しておいたお客というのはユダヤ人のことです当時のイエスの時代のイスラエル人のことですそれでもう一度 別のしもべたちを使わしたこれは別のしもべたちというのはイエスの十二弟子のことです彼らは何て言ったか食事の用意ができたねお牛も太った家畜もほふって何もかも整ったから宴会に来てくださいところが 招かれた者たちは自分のことに忙しいんです彼らは気にもかけずあるものは畑に別のものは商売に出ていく断る理由があるわけです、ね、もう今の日本人を見ているような感じがしますねどう教会に来ませんか神様あなた愛してますよどうのこうのちょっと今日は用事があります いやーこのところ忙しくてまあ退職したら考えます気にもかけない断る理由がみんなあるわけですね不思議ですよね僕はマクドナルドに働いた頃ね「ー m y ゲストカード」ってなってね「ただけんハンバーガーのただけんですよ、まあ、いわば販売促進のために一回食べてみてください」僕は社員ですからね50万ぐらい持ってたの うちの教会に大学生でお腹の空いたのがいてねあげるわけです行くたびに日曜ごとに喜ぶわけですねその喜びようが尋常ではな、ね、いお腹空いてるから1メーぐらい飛び上がって喜ぶわけですハンバーガー1個のためにね今の日本人そうですよ今の日本人はもののためには飛び上がって喜ぶ ハンバーガーのただけ一枚は飛び上がって喜ぶだけども神の国に関関しては関心がない。私はね昔30代の頃早稲田大学の文化祭に呼ばれて行ったんです、ね、何十年ぶりかでね聖書研究会が、うん、伝道集会をして学生に向かって2階か3階の部屋に行ったらね超満員なんですよわあこんなに来てくれてるんだと思った。 先生そこではありません。隣の部屋です。<laughs> 行ってみたらちょろちょろっと10人ぐらい座ってるね。広い部屋に。隣に何やった落語研究会です。<laughs> そうか。落語には興味があるが、神の国の福音には興味がない。これと同じですよ。彼らは興味を示さないんです。それどころか、王が遣わしたしもべたちを捕まえて殺して、 王に恥をかかせる。これはバプテスマのヨハネの死およびイエスの十字架のことを言ってますよだから王はどうするんですか王は怒って兵隊を出して彼らを滅ぼしその町を焼き払うんですそれが起きたのが紀元70年のエルサレムの崩壊ですだからさっきと同じことですよその後。 その例えの結末は王はしもべたちに命じて通りで出会ったものを皆集める。God、bless you. <laughs> 通りで出会ったものを皆集める。これは誰のことか第一義的にはこれはさっき言ったでしょう関南時代のユダヤ人のことですもう一回招待される。 だけどもこの中に適用として私たちクリスチャン違法人も招かれていると適用で考えてもよいんです。で王様がどういう人が来たか見に来るでしょその中に礼服を着ていない者が一人いたんです婚礼の礼服を当時の習慣はね婚礼この披露宴に行く時には礼服を着ていかなきゃいけない。だから 当時の習慣知らないとね、王様ずいぶんひどいなと。礼服着てないで追い出すんだったら私なんか駄目だわ。違うのよ。当時はね、婚礼の礼服は入り口に用意されていて、お客さんはそれを着ればいいだけなの。いい分かったまあ知ってる人もいたと思うけど。だから、貧乏人はどうするんだって話と違うの、大阪のおじちゃん、おばちゃん。 これはちゃんと入り口に用意されてるから用意されてる衣を着ればいいんですこの衣はイエス様がくださる義の衣のことですで着てない人がいたので王は怒ってそのものを外の暗闇に放り出せと命じていますねだから私たちは関難時代のユダヤ人はイエスを信じるから義の衣を着るからその披露宴に出ることができるんです あなたは義の衣を今着てますかイエス様が下さった義の衣を着てますかそろそろ終わりに近づきますが最後にこの話しましょう。今回の聖地旅行で山内さんという一人の方が洗礼の決心をしました。奥さんがクリスチャンでご主人が求道中でした。彼はイスラエルについて後でね、証を聞いたら 最初に降り立ったヨッパというところで、僕が涙を流しながらメッセージをしたそうです。まあ涙っていうのは流そうと思ってなかなか流れるもんじゃない、ね、まあ流そうと思って流したら演技だよね。一流の俳優だな、そりゃ。自然にね、感動したよね、今回ね、ヨッパでね。神の幻の話をさ、すっごい感動が湧き上がってきた。感動のあまりね、目が潤んだわけですよ。 彼はそれを見ながらこう思ったそうですね。先生はこんなに感動して話してる。これは真実なんだ。俺もクリスチャンになってもいいかなと思ったそうです、ね。それでね、1日目の夜、ホテルでね、先生、私は洗礼を受ける決心をしました。言われるわけですよ。で、教会、日本の教会で求道者で長い間行ってるしね、彼ね、教会の先生にも連絡した方がいい。 本当に信仰を持ったのかどうか確認した方がいいその夕食の時に同じテーブルに座って彼と話をしましたそしてね明日ね昼間日本の牧師さんに電話して許可もらってくださいわかりましたその日ですよ午後ねクムランで食事をしてそしてガリラ屋に向かう途中アラノでバスを止めたんです こうやって北に向かってるんですよ。まあ、こうだね。北に向かってんです、ね、こっちがヨルダン川です。こっちにね、エリコが見えてる。そこでバスを止めたんです。道端で。誰もそんなとこで観光客がバスを止めるようなとこじゃないの。そこでバスを止めて、ずっとヨルダン川に近づいて、100メーターぐらい入っていった。2000年前にタイムスリップですよ。 目をつむるとバプテスマのヨハネの声が聞こえるようなところ。それはバプテスマのヨハネが神の国を説いて人々に洗礼を授けたところ。イエス様が洗礼を受けた場所に近いところです。そこで私は洗礼の意味の説明をして、洗礼を受ける資格について話をした。もうね、最高の場所。 もうこれ以上ね、言葉で補う必要はないわけだから、そこに立つだけで。洗礼を受ける資格というのは何なのか、次の三つのことを信じていること。イエス・キリストが私の罪のために死んだこと。墓に葬られたこと。三日目によみがえって今も生きておられること。この三つを信じたら、 その人は洗礼の資格があるんです。なぜかというと、義の衣を着たからです。じゃああなたに問います。あなたはイエス・キリストがあなたの罪のために十字架で死んだと信じますかアーメン墓に葬られたと信じますか三日目によみがえって今も生きておられると信じますかアーメン今この三つにアーメンと言えた方は、神の国で 再びお会いしましまょうなぜならば私たちは義の衣を着たからです私たちは招かれたこの3つの要素を信じるだけで救われていますこれが王である父なる神様が私たちを婚礼の祝宴に招いてくださったという内容ですさあ結論です今日は ユダヤ人の歴史を学ぼうというところから始まりました。そこからいかに生きるべきかを考えよう。ユダヤ人の歴史、彼らはイエスを拒否した結果、神の国が取り去られて、紀元70年にエレスサレムが滅び、全世界に散らばりました。1948年に国を復興し、 今、イスラエルという国があるんです。けれども、やがて彼らは、寒難時代を通過するようになります。しかし、最後にイエスを受け入れます。その時にイエスが地上に来られて、地上に千年王国が成就します。私たちはいかに生きるべきか。ユダヤ人に起こったことは私たちにも起こります。つまり、 イエスこそユダヤ人を二分する分水霊であるイエスこそ全人類を二分する分水霊であるそれゆえに今の時まだ時が与えられているうちに義の衣も私たちは着るんですそれゆえ聞く耳のあるものよ今こそ イエスに信頼して生きる決心をしようではありませんかお祈りしましょう天の父なる神様今日はイエス様が語ってくださった三つのたとえを通してイエスと同時代のユダヤ人たちが どのようにししてメシアを拒否したのかその結果どのような滅びを身に招いたのかを学びました今のイスラエルは2000年前のその誤った選択の刈り取りをなおもしておりますしかしやがて神の国は収穫を結ぶ国民に再び与えられようとしています私たちも その橋に加えられ招かれました。今、イエス様が下さった義の衣を着て、あなたの見舞いに出ようとしています。私たちが歩みを振り返ったときに、あの紙幣の記者のごとくに、父をどうぞ私の若き日の過ちを思い出さないでくださいと、あなたの前に願います。傲慢であったこと、 数々のあなたに背いた行い思いどうぞ父よ義の衣のゆえにそれらを消し去り許してくださり今イエス様の前に出ることのできる姿に清めてくださるようにお願いをいたします時代がますます神を否定する方向に動いております父よどうぞもう一度この月礼会で自分の立っているところを 再確認することができます祝福し導いいてくださいイエス様の皆によってお願いいたしますアーメンメッセージステーションをお聞きくださりありあがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールは」は ハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください